皆さんこんにちは、哲夫です。今回はとある貨物船にある途切れた謎の高架線を見に行きましょう。住宅街に突如として現れる謎の高架線は廃線なのか、未成線の一部なのか、はたまた現役の線路なのか、この路線の意外な歴史と謎の高架線の正体を紐解いていきましょう。それでは今回もよろしくお願いします。ということで、まずやってきたのは群馬県の高崎駅です。今回は高崎駅から歩いて、途中いろいろと見学しながら謎の高架線を見に行きましょう。高崎駅から JR 高崎線の沿線を上の方面に向けて歩いていきます。まず気になったのがこちら。線路沿いから上信電鉄の車両が見えました。高崎駅の近くには上信電鉄の車両基地があり、個性豊かな様々な車両を見ることができます。車両基地の中には国鉄型急行車両165系の機器類を流用して製造された元 JR 東日本の107系や、ドイツ製であり約100年前に製造されたデキ1型の姿がありました。それ以外にも上信電鉄オリジナルの車両の姿もあります。ここに止まっている車両以外にも、西武鉄道で新101系として活躍していた車両が500型として運行されています。全部で7車種もの旅客車両が存在する上信電鉄、今度改めて乗ってみたいですね。車両基地に近いこの場所では、車両基地に入出庫する車両の入れ替え作業を目の前で見ることができます。先ほど高崎駅に到着し、乗客を降ろした車両が車両基地に入庫するための入れ替え作業を始め、一度こちらの方向にやってきました。最後部の車両がポイントを通過すると一旦停車します。ポイントの転換が完了すると、車両は再び動き出し、車両基地の中へと入ります。こういった作業が目の前で見られるのはなかなか面白いですね。引き続き高崎線の沿線を歩いていると、線路を越える陸橋の上から今度は JR の車両基地が見えてきました。こちらには211系やキハ110系、GVE197系などが留置されています。大量のキハに紛れて DE10 型や DD51型ディーゼル機関車が留置されています。あの辺ちょっと面白いので、もう少し近くに行って見てみましょう。こちらの車両基地は群馬車両センターと名付けられています。かつては高崎車両センター、高崎支所と呼ばれていましたが、2022年3月からこの名称に変わりました。構内には主に8号線で使用されるキハ110系が大量に留置されており、アイドリングのエンジン音が至る所から聞こえてきます。群馬車両センターの周りを歩いていると、先ほど陸橋の上から見えた DD51型ディーゼル機関車の姿が見えてきました。 DD51型の側面には銀色に輝くナンバープレートと、高崎車両センターの高の表記改め、群馬車両センターの発足に伴い群と書かれた車両所属表記が見えます。群馬車両センターの周りをさらに歩くと、車両センターの中を通る踏切がありました。踏切の近くには JR 貨物高崎機関区の表記があります。群馬車両センターには高崎機関区が隣接しています。もともと国鉄時代にはこの両施設は高崎第一機関区、第二機関区と呼ばれていましたが、第一機関区は現在の群馬車両センターに、第二機関区は高崎機関区となりました。奥には青い客車が留置されており、側面の方向幕は SL 伴走車と表示されています。この車両、実は乗客を乗せて走る車両ではなく、 JR 東日本の事業用客車として活躍しています。12系を改造してできたこの車両は親12型と呼ばれ、 SL の試運転などで連結され、SL の走行に異常がないか確認する機器などが搭載されます。少し話がそれましたが、踏切の話に戻ります。こちらは和田田中側線踏切と名付けられています。群馬車両センターや高崎機関区の中を通るこの踏切からは、車両基地に留置されている車両を見ることができます。この日は群馬車両センターに所属する DD51型が2両とも踏切から見える位置に留置されていました。その後ろには DE10 型の姿もあります。赤色の古いディーゼル機関車が複数並ぶ光景は貴重なものになりつつあります。せっかくなので、この和田田中側線踏切を渡ってみましょう。
左側を見ると高崎機関区があり、また右側を見ると群馬車両センターの研修庫があります。研修庫を目の前にするとなんだか勝手に車両基地に入り込んだような悪いことをしている気分になります。しかしここは誰でも渡れる踏切を渡った先、ここにいる分には特に問題はありません。もちろん道路から外れ敷地内に入る行為は絶対に許されません。引き続き高崎線の線路沿いを上野方面に歩いていきます。映像ではほとんど見えませんが、この辺りから線路が複数に分岐しています。ここには広大な操車場がありましたが、1970年代から80年代にかけての貨物列車の運行体系見直しにより操車場の規模は大幅に縮小されています。多くの操車場が廃止や信号場への降格が行われ、操車場という名前が消えゆく中、現在もこの場所は高崎操車場という名を残しています。そして見えてきたのが倉賀野駅です。この駅からは高崎線と八高線の列車が発着しますが、実はそれ以外にも路線図にないもう一本別の線路が伸びています。一体どんな路線でどんな車両が走るんでしょうか。詳しく見ていきましょう。入場券を買って倉賀野駅のホームにやってきました。ホームは一面二線の島式ホームが2つあり、それぞれ列車の退避が可能になっています。しかし通常この駅で旅客列車の退避は行われておらず、退避線は主に貨物列車が使用します。上り線のホームのすぐ横には貨物列車が使用する側線が並んでおり、旅客列車の他にも貨物列車が多く発着する駅だということがわかります。ホームの上の方から線路を見ると、右側にある高崎線の線路とは別に左側にもカーブして伸びる線路があります。この線路は先ほど見た駅構内の側線とつながっています。このカーブして伸びている線路こそがこの駅から伸びる路線図にない線路、そしてこの線路の先に今回の主役である途切れた謎の高架線があります。では早速この線路を追いかけていきましょう。ここから先は高崎線から離れ、路線図にない線路の沿線を歩いていきます。線路沿いを歩いていると早速この路線上にある踏切が見えてきました。この場所には手前と奥2つの踏切が並びます。奥は高崎線の踏切です。この踏切のあたりを境に路線図にない線路が高崎線の線路から大きく方向を変え離れていきます。こちらの踏切は中里街道踏切と名付けられています。通常の警報器の手前に第4種踏切でよく見かける警標が設置されています。手前の警標の方が古そうなので、元は第4種踏切だったんでしょうか。色あせた警報器には枯れ草のツタが絡みついており、まるで廃線に残された踏切のようです。そもそもこの路線、現在でも列車は運行されているんでしょうか。さらに歩いてこの路線にある2つ目の踏切に到着しました。踏切の周囲は工場に囲まれており、この日は日曜日だったためか人通りはあまりありませんでした。この踏切は第二関東電工踏切と名付けられており、 JR 貨物が管理しているようです。どうやらこの路線は貨物線ということみたいですね。倉賀の駅方の線路を見ると、先ほど見た中里街道踏切が見えます。線路は工場のパイプラインの下を通り、末端部の貨物線らしい雰囲気がよく出ています。線路はこちらの方向にまっすぐ続いています。右側には途切れた線路と二役線の跡が見えます。この二役線からは1999年までセメント輸送の貨車が発着していました。一部はこのように使用を中止しているようですが、まっすぐ伸びている線路は光っているので、現在でも列車は運行されているようです。しばらくすると踏切が鳴り出しました。一体どんな車両がやってくるんでしょうか。警報器の警報灯は最近ではあまり見かけなくなった電球式です。ふわっとした点滅をする光が温かみがあっていいですね。やってきた車両は入れ替え作業を主として活躍するハイブリッド機関車 HD300 型率いる多機1000型タンク車です。車両は倉賀野駅方向に向けて走っていきました。さらに線路沿いを歩くと複数の線路や数多くのコンテナが見えてきました。そしてその先にはこの路線にある3つ目の踏切があります。この踏切は第二中里前踏切と名付けられています。
これまで見たこの路線の踏切は全て単線でしたが、この踏切には3本の線路が通っています。踏切の近くにある陸橋の上にやってきました。線路は踏切を境に複数に分岐し、その先には広大な貨物ヤードがあります。静かな単線の線路の先にこんな広大なヤードがあることに驚きました。この場所は倉賀野駅貨物基地と名付けられています。高崎線の倉賀野駅とは1キロ以上離れていますが、こちらも倉賀野駅、ただしこちらは貨物駅というわけです。そのため倉賀野駅からここまでつながる線路は何らかの名称がついた路線ではなく、倉賀野駅の側線です。構内には日本オイルターミナル高崎営業所の輸送所とつながる200線があり、石油類を積んだタンク車が多数到着し、群馬県内の石油類の供給を支える大事な役目を担っています。倉賀野駅方向からタンク車を連ねた車両がやってきました。機関車は尾灯の左側だけを点灯させる入れ替え動力車標識を出しています。また先頭に走車係も添乗していることから、この路線が本線ではなく側線であることがわかります。車両は200線へと入りますが、このままだと編成が長すぎて全ての車両が200線に収まりきらないため、この後貨車の分割と入れ替え作業が行われます。到着後、前の5両の貨車が切り離されポイントのところまで移動します。車両は一旦停車をすると、今度は機関車が貨車を押す形で右側の200線へと向かいます。これで全ての貨車が200線に収まりました。 HD300 型は構内を慌ただしく行ったり来たりします。停車や発車の機会も多く、ハイブリッドのメリットが存分に活かされています。いろいろ見られて満足してしまいましたが、この動画の本題は途切れた謎の高架線です。ということで引き続き倉賀野駅貨物基地の奥の奥まで行ってみましょう。正面には第一栗崎踏切括弧 A と名付けられた踏切が見えてきました。しかしこちらの踏切から貨物ヤード構内を撮影することは禁止されているので、近づいての撮影はやめておきます。しかしこの踏切括弧 A とついていますが、なぜなんでしょうか？ B はあるんでしょうか？線路はこの先もまだまだ続いています。しかし複数あった線路はここでは数本に。この先には一体何があるんでしょうか？そもそもなぜ線路が続いているんでしょうか？さらに線路を追いかけると踏切がありました。なんとまだ線路が続くんですね。しかも踏切は第一種踏切なので、頻繁に車両が来るということでしょうか。こちらの踏切は第三栗崎踏切と名付けられています。ここまで来ると踏切上の線路は再び単線になります。この線路本当に一体どこまで続いているんでしょうか。線路沿いを歩いていくと地形が変わり、道路は下り勾配になっています。そして正面にはなんとこれまで追いかけてきた線路が高架線で続いています。道路は2つに分かれ、片側の道路は高架下を通り抜ける形で続いています。早速高架をくぐり、反対側がどうなっているのか見てみましょう。高架をくぐり抜けた先には畑が広がっていました。倉賀野駅から続く線路は倉賀野駅貨物基地という貨物ヤードを通り抜け、この高架に至ります。ではこの高架の先はというと、なんと高架はプツンと途切れ、その先には何もありません。高架線が途切れているところにはしっかりと車止めがあり、その手前にはバラストやキロポストも見えます。線路は見えませんが、この高架線にもしっかりと線路が敷かれているということがわかります。住宅や畑の中を貫く高架の線路、しかしそれはわずか数百メートルで途切れています。一体何のために敷かれた線路なんでしょうか。この後この高架線の謎に迫ります。高架線が途切れているところの近くにやってきました。こうして見ると巨大なコンクリートの高架線はとても迫力がありますが、やはり唐突に途切れているその姿にはものすごい違和感があります。これは未整線なのか、もしくは廃線の一部なんでしょうか。見れば見るほど不思議な高架線です。来た道をそのまま戻り、先ほど見た第三栗崎踏切に戻ってきました。先ほどは見逃していましたが、踏切から高架線の方向を見るとやはり線路はしっかりと車止めのところまで続いていました。ちょっと見づらいですが、高架の上の線路も若干光っているように見えるので、高架の上にも車両が来ることがあるようです。今度は
同じく第三栗崎踏切から倉賀の方を見ています。改めて線路を見ると、倉賀野駅から続くまっすぐの線路とは別に複数の線路が左側に向かって伸びています。しばらく待っていると踏切が鳴り出しました。車両は左側の線路からやってきて、車止めのある高架線の方向に向けて走行しています。この車両一体どこからやってきて、左側の線路はどこまで続いているんでしょうか。この線路なかなか奥は深いようなので、探索はまだまだ続きます。車両は先頭の機関車が高架線の上に入ったあたりで一旦停車しました。この後車両はどういった動きをするんでしょうか。車両は一旦停車後、今度は貨車の先端に乗った走車係の指示のもと、推進運転で走り出します。先ほどは左側の線路からやってきたこの車両ですが、今度は方向を変え、まっすぐ倉賀野駅方向に進んでいきます。車両の一連の動きを見ると、途切れた高架線の役割が分かりました。正面の一番奥にある車止めのある線路が途切れた高架線です。高架線に続く線路からは途中3本の線路が分岐しています。これが先ほど第三栗崎踏切から見た左側に分岐していた線路です。先ほど見た車両はこの分岐した線路からやってきて、方向を変え倉賀野駅方向に向かいました。つまりこの途切れた謎の高架線は、車両が方向を変えるための引き上げ線というわけでした。今度はこの左側に分岐している線路がどこに続いているのか追いかけていきましょう。分岐した線路を追いかけると、再び複数に分かれた線路とそこを横断する踏切がありました。なんとこちら側にも貨物ヤードがあるんですね。この踏切は複数の線路が敷かれた中にあるため、横断距離がかなり長いです。そして注目すべきはこの踏切に付けられた名称です。踏切の名称は第一栗崎踏切括弧 B となっていました。先ほど見た撮影禁止の踏切が第一栗崎踏切括弧 A でしたが、こちらは括弧 B です。今奥で機関車が動いているあたりに第一栗崎踏切括弧 A が、そしてその先にこの括弧 B があるというわけです。踏切が並んで設置されているため、同一の名称で A と B で分けているというわけなんですね。ちょっと分かりづらくなってきたので、地図でここまでの道のりをおさらいしましょう。まずここが旅客の倉賀野駅、そしてこの線路沿いを歩いて倉賀野駅貨物基地、第一栗崎踏切括弧 A、 途切れた高架線、そして第一栗崎踏切括弧 B と巡ってきました。どうやらこの倉賀野駅貨物基地は引き上げ線を挟み、大きく2つの貨物ヤードに分かれているようです。しかしここで地図を見ていると新たな発見が。途切れた高架線の先に何やら線路が続いていたような怪しい曲線があります。途切れた高架線の先にかつて線路が伸びていたのでしょうか。これはまた後で紹介します。話題は再び踏切に戻ります。第一栗崎踏切 B は全部で8本の線路を横断しますが、そのほとんどの線路が錆びついていて、車両が通過している様子がありません。踏切のすぐ先の線路には車止めが置かれ、草も生い茂っていることから、全く使われていない線路だということがわかります。実際に踏切を渡ってみると、奥の2本の線路は光っているので、どうやらこの線路にはまだ車両がやってくるようです。立派で広大な貨物ヤードですが、現在はそのほとんどが使われていないようです。引き上げ線を経由する必要があるこちら側の貨物ヤードは、やはり使い勝手が悪いのでしょうか。せっかくなので貨物ヤードの先端部分を見に行ってみましょう。ありました、こちらが貨物ヤードの先端部分です。実はかつてこの場所は機関車の墓場とも呼ばれ、引退して解体を待つ機関車たちが多数留置されていたこともありました。現在は機関車の墓場としての役目も終えたようで、大きく歪んだ錆びた線路だけが残されています。ただヤードの一部は現役なので、この場所に車両が来る光景は今でも見ることができます。今日巡ってきた倉賀野駅から途切れた高架線に至る線路は、かつて岩花軽便鉄道と呼ばれる貨物専業の私鉄が所有する線路でした。岩花軽便鉄道は第二次世界大戦中に火薬などを運ぶ目的で倉賀野駅と
上州岩花駅を結んでいました。上州岩花駅は途切れた高架線の先に存在し、周囲には火薬製造所がありました。この高架線は作り直されたものですが、かつてはこの高架線の先にも線路が続いていたというわけです。岩花軽便鉄道は終戦とともに役目を終え、線路跡地の大部分は現在の倉賀野駅貨物基地へとつながる線路へと転用されました。先ほど地図で見た線路が続いていそうな怪しげな曲線は、かつては本当に線路が敷かれ、その先にある駅に続いていました。ということで今回は途切れた謎の高架線の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。それではまた。